ナ・ムニシェフ・ブナ、または、マリナ・ユーリエ・ブナ・ムニシェクは、いわゆる、偽、ドミトリーの皇妃となった、ポーランド・リトアニア共和国の貴族女性。サンドミエシュ県知事、イエジ・ムニシェフの娘として、ラシュキ・ムロバネに生まれた。父、イエジは、ロシア・ポーランド戦争における戦勝者擁立計画の、首謀者の一員である。計画の中枢にいた、 ポーランド・リトアニア共和国のマグナートとイエズス会の修道士たちは、擁立したニセドミトリー一世にマリナをめとらせることで、戦勝者に対する支配力を強化しようと考えた。マリナは1604年、ないし1605年に、ワルシャワの宮廷で、ニセドミトリー一世に引き合わされ、彼と婚約した。その見返りとして、マリナには、プスコフとノブゴロドの父、 家事には、スモレンスクとノブホロドシーベルスキーの支配権がそれぞれ、譲渡されることが約束された。1605年6月、ニセドミトリー一世は、モスクワに入場して、ヒョードル二世を殺し、ザーリに即位すると、ポーランドに施設を派遣して、マリナの腰入れと、タイオスマン帝国軍事同盟の締結を求めた。1605年11月に、クラクフで、 マリナと、ニセドミトリー一世の代理結婚式があり、クラクフ司教のベルナルト・マチェイオフスキスーキ教の立ち会いの、元、花婿代理人を立てて取り行われた。式典には、大勢の身分の高いシュラフタや、外国の品格とともに、ポーランド王、ジグムント三世も出席した。ドミトリーは、モスクワ施設として、アファナシーブラシェフを送った。この式の後、マリナは、 父と共に約4000名の随行団を伴って、クラクフを出発し、1606年5月上旬に、モスクワへ、外戦入場した。5月8日、モスクワ総主教イグナティ主催の結婚式が行われた、あと、マリナは、ウスペンスキー大聖堂で皇妃として退官した。この時マリナは異衆派の皇妃に求められる政教への、改修を拒否し、カトリックのままでいた。 マリーナは結婚式にポーランドの伝統的な花嫁衣装を着て現れ、ニセドミトリーもポーランドの表記兵の格好で登場をして、ロシア人の眉をしかめさせた。マリナ・ムニシュフ・ブナとお父・イエジ・ムニシェフのヤロスラブリへの亡命マリナの映画が長く続くことはなかった。婚礼から間もない1606年5月17日、ニセドミトリー・イ世とその親ポーランド政作に、 反発する反乱者がクレムリンになだれ込んだ。サーリは窓から逃げようとして足をくじき、反乱者に見つかって殺された。反乱者は偽ドミトリーの遺体を散々両辱した挙句に燃やし、遺体を大砲に詰めポーランドの方向に発射して、偽ドミトリー一世の11ヶ月に満たない知性に終止符を打った。サーリが偽物だと早くから避難していた。 大貴族のバシーリー・シュイスキーが新たなザーリに選出された。このクーデターは、ポーランド人の側近や随行団を含む、数千人の犠牲者を出し、マリナとその父家ジは投獄された。偽ドミトリー一世の死後、マリナは、皇妃の称号を剥奪された者の命だけは助けられ、1608年6月に、ロシアとポーランドとの休戦条約が結ばれた後、 ポーランドへ護送された。しかし、家エジは、ザーリの外宮という地位を諦めてはおらず、ヤロスラブリに逃れて、誠意の回復を模索した。父親の手引きによってマリナは、新たな戦勝者であるニセドミトリー2世の拠点、トゥシノに姿を現し、そこで、奇跡的に、生き延びた夫と再会を果たすという演出がなされた。あと、おそらくニセドミトリー2世とマリナは密かに結婚した。 ポーランド大へ、トマンのスタニスワフ・ジューキエフスキは、回想録の中で、ニセドミトリー一世と2世の共通点は、人間であることと、散脱者であること以外には何もないと述べている。この結婚によって、マリナは、かつての運命に再び引き戻されることになる。マリナ・ムニシュフ・ブナの逃避行1610年12月に、ニセドミトリー二世が死ぬと、マリナは、コサックの狩猟。 イヴァン・ザルツキーの庇護下に入った。ザルツキーは、マリナが1611年1月に生んだ、新生児をツァーリに衰退しようともくろんでおり、その配下の者たちは、マリナの息子を、イヴァン・ドミトリエビチと呼んでいたが、総主教、エルモゲンは、この赤ん坊に、小悪党というあだ名をつけた。1613年の夏、支援者を失ったマリナとザルツキーはアストラハンに、 逃れたが、すでに、ミハイル・ロマノフが正式なツアーリーに選出されており、アストラハン市民は、幼い戦勝者とその家族が町を出ることを望んだ。1614年、同市では小悪党一行を捕まえようとした町民が、暴動を起こし、一行は、ステップ地帯へと逃亡した。一行は別のコサック集団と連携しようとして、 失敗し、1614年5月にウラル川のあぜで、コサックに捕まり、モスクワ政府に引き渡された。ザルツキーとマリナの幼い息子は1614年のうちに処刑され、マリナはその直後に獄死した。ありがとうございます。